メトロチャンネル。はい、大阪メトロチャンネルです。今日は西梅田に来ております。はい、西梅田駅、四ツ橋線ですね。四ツ橋線の西梅田駅から、今回向かいますのは梅田スカイビルでございます。大阪の、ランドマークと言われたりしますが、空中庭園が、空中庭園展望台が有名な、梅田スカイビルに向かいたいと思います。まずはですね、JR 大阪駅の桜橋口の方に、進みたいと思います。そこからですね、だいたい 7-8 分ぐらいでしょうか、歩きましたら、梅田スカイビルの方に、行けるということでございます。この辺もね、梅田ダンジョンなんて言われてますが、ここは簡単ですね。四ツ橋線の西梅田駅からもうそのまままっすぐずっと抜けていくと、桜橋口に出るという攻略法でございます。簡単ですね。はい、JR 大阪駅の桜橋口がこちらでございます。階段上がりましたらね、地上ということになります。ここはですね、大阪駅でございますが、大阪駅と名乗ってる駅は JR だけなんですね。あと他は、JR 北新地もございますが、大阪メトロは梅田、東梅田、西梅田で、阪神梅田、阪急梅田と、みんな梅田がついてますかね。はい。ということで、大阪駅と名乗ってるのは、ここの JR のこの駅だけということになります。これ平日の午前中なんですけど、午前中といっても午後に差し掛かる際、今時間帯ですが、結構人が多いですね。いろんな人が歩いてます。この道はですね、大阪駅の線路が通る、その下ということになります。こうやって歩いてますとね、いかにこう線路が並んでるかとかよくわかりますよね。これ、乗り場が、全部で1番から11番まであるんですかね。そんだけの線路がこう通っていて、その下を今歩いてるということになります。この道をですね、抜けますと、もう実は梅田スカイビル見えてきますね。はい、こっから見てもすごい建物だなってことがわかるんじゃないかなと思いますね。はい。ただですね、こっから見えてきて、見えましたね。やっぱすごい建物ですよね。こっから見て、おしまいっていうわけじゃなくて、もうせっかくなんでね、近くまで行ってみたいと思います。真下から見たら、どんなかっていうことがね、またお見せできればなというふうに思っております。はい、こっからですね、梅大ガーデンのあたりを通って、梅田スカイビルの真下に行きたいというふうに思います。ここからですね、ヨドバシカメラと、グランフロント大阪の様子が見られます。はい、こんな感じですね。梅田スカイビルの下を行った後に、またこのグランフロント大阪の間をこう抜けまして、ヨドバシカメラの姿を見ながら、御堂筋線の梅田駅の方に、行きたいと、そういうルートを考えております。はい、グランフロント大阪の
横を通っております。なんか緑色の不気味なものがいますね。この辺が梅北広場でしょうか。はい。で、夏は盆踊りがあったり、冬はアイススケートリンクがあったりとかするっていう場所でしょうかね。はい。グランフロントのですね、横を歩いているだけなので、ちょっとこのグランフロントの建物の凄さみたいなのがちょっと伝わってないと思うんですが、梅田スカイビル側からですね、こちら側を見るとどうなってるかっていうのをちょっとお楽しみにしていただければなというふうに思います。今歩いてるのがですね、グランフロント大阪の南館の横ということで、帰りというか、スカイビルの下に行った後はこの南館と北館の間を抜けて、ヨドバシカメラの方に歩いていくという、まあ、そういうルートで行きたいというふうに思います。はい、ここからですね、信号を渡りまして、梅大ガーデンの方に、向かってまいります。まあ、その通路を抜けた先に、ちょっと地下道みたいなのがあって、地下道から上がるとスカイビルの下に来るというような感じでございますね。はい、赤信号をちょっとカットしました。この道をですね、まっすぐ抜けますとスカイビルということになるんですが、ここからもう道沿いをまっすぐ行くだけですので、道に迷うということはないですね。はい。この道をね、まっすぐ行くとスカイビルということなんですが、ちょっとスカイビルの方をね、見てみたいと思います。はい。美しく見えてますね。はい。このまままっすぐ行くだけでございますが、結構距離がありますね。はい。この辺はですね、ちょっと前まで梅北ガーデンと言ってましたが、今は、梅大ガーデンと呼ぶそうでございます。右手の方は、なんかドラゴンボールのイベントをやってるようでございますね。はい。なんか、悟空の声が聞こえるような気がします。はい。ということで、ひたすらこの道をまっすぐ歩いております。お昼が近づいてきたので、ちょっと人が増えてきたような気がしますね。はい、歩いてる人が増えてきています。JR 大阪の桜橋口に出てからですね、今だいたい6分半ぐらい経ちましたね。結構遠いんですよね。梅田スカイビルは大阪のランドマーク的な、まあ、存在と言われてますが、大阪駅、まあ、最寄り駅の大阪駅から結構歩くんですよね。はい、ここからですね、予告していた地下道ということになります。階段を降りたらですね、またまっすぐ進んでいくということになりますね。この道を、進みますと、梅田スカイビルの真下に、まあ、出てくると。いうことになります。さあ、いよいよですね、梅田スカイビルがもう近づいてきました。歩いてる人の中にもですね、外国人がかなり多いですね。ここに近づいてくるとどんどん増えてきたという感じもしますね。やっぱ観光地ということで、また梅田スカイビルかなり外国人の方に、人気があるということで、多いように感じます。
階段を上がりまして、この階段を上がった先に一つ信号がありますんでね、信号を渡ります。信号を渡りましたらね、もうゴールと、まあ一つ目のゴールですかね、新梅田シティということになります。はい、今日はね、上には上がりませんが、下からね、丸い穴の開いた円形の空中庭園展望台とか、見てみたいというふうに思います。梅田スカイビルはですね、タワーイーストと、まあ、タワーウエストの2棟がありまして、その2棟をつなぐようにですね、上に空中展望台がつながっているということになりますね。でその高さが、まあ、地上40階、173メートルぐらいあるということなので、もうとんでもない、建物であるということになります。さあ、いよいよ上を見たいと思います。はい、上を見ます。これですね、これでございます。はい、これが空中庭園でございますね。はい、真下からね、見上げる映像をもう一回、出したいと思います。これでございます。はい、じゃあね、こっからですね、今度は、袋と言いますか、御堂筋線の梅田駅を目指して、また歩き始めたいと思います。これがですね、先ほど申し上げましたスカイビル側から見た時のグランフロントの姿ということになりますね。グランフロント大阪もすごい建物ですよね、こうやって見ると。あとね、大阪ステーションシティも、まあ、この並びですね。はい、こっち側ですね。はい、これもまた、すごい建物ですよね。はい。では、ここからですね、一旦、まあ、来た道を戻りたいと思います。ということで、赤信号なのでカットします。来た道を戻ります。さっきよりね、ちょっと時間が進んだので、人も多いですし、まあ、外国人の方もかなり多いですね。スカイビルのね、去年の来場者といいますか、その空中庭園の入場者が150万人を超えて過去最高だったっていうね、ニュースがありましたけどね、そのうちですね、もうほとんど、まあな、75% っていう数字まあ出てますが、が外国人だったということみたいなので、もう本当、人気のスポットということになりますね。まあ、世界ではね、なんかもう、本当歴史的な建造物と並ぶぐらい有名な建物ということで、梅田スカイビルは一度は行ってみたいと外国の方は皆さん思われるぐらい、まあ、有名な建物ということになりますね。まあ、やっぱ屋上というか、まあ、空中庭園展望台からこの、梅田周辺をもう一望できるっていう、そのやっぱ景色はやっぱここにしかないもんですからね。まあやっぱ観光スポットとしてはあれなんでしょうね、人気があっても当然なのかもしれませんね。あとね、なんかね、空中庭園大明神っていうのをこう祀る、てるらしくてですね、ご利益は恋愛成就という、まあ、情報もありますんで、そういう意味でね、日本人の方もこれを目当てに行ってる方もいらっしゃるんじゃないですかね。はい、またね、ドラゴンボールの
イベントやってるらしいところの横に来ましたね。あ、完全に、悟空の声が聞こえますね。ご苦労様でございます。ワクワクすっぞということでね。はい。さてね、来た道を戻ってまいりました。ここからですね、グランフロントの南館と北館の間を抜けまして、そこからですね、ヨドバシカメラの方に、まあ、渡っていきたいというふうに思います。もう大体お昼ぐらいなんですけど、やっぱ人が多いというか増えましたね。はい。あ、またちょっと信号が赤になりましたので、ここで一旦カットします。はい、それではですね、この信号を渡りまして、さっきこの右側の方向から、駅の方向から来たんですが、違う道を通ってね、まっすぐこのまま、抜けて、行きます。はい。この道の側といいますか、右手の建物が、グランフロント大阪南館ということになりますね。地上38階でございます。はい。まあ高さ 179.5m ということなので、実は梅田スカイビルよりも高い建物ということになりますね。はい。で、先ほどちらっと通路がつながっているところを見ましたが、左側にあった建物が、北館タワー B と言われている建物ということになりますね。タワー B の方も地上38階で高さ 175.3m ということですから、こちらもですね、わずかに梅田スカイビルよりも高い建物ということになります。で、今見えてますのがヨドバシカメラの今立ててる途中のですね、ヨドバシ梅田タワーという名前になるのかちょっと分かんないですが、という建物ですね。来年はまあ竣工するんじゃないかということでございますね。はい、ヨドバシカメラはですね、実にまあお世話になってますね。何でもまあ揃うという感じでしょうかね。あとルイーダの酒場と言われる場所があったりとかしてですね、3DS で通信をぴょこぴょこするということをやりましたね。はい、非常にお世話になりました。今はですね、どうもヨドバシカメラの地下1階に、スクエアエニックスカフェの実店舗としての、まあ、ルイダの酒場ということでしょうかね、があるということなんですが、私はそれは知りません。行ったことありませんね。いわゆるすれ違い通信広場としてのルイータの酒場のお話でございました。さてね、そういうことをくだらないことを言ってる間にですね、交差点見えてきましたね。この交差点を渡らずに右に曲がってヨドバシの真下に行くという手もありますし、ここ渡っちゃって、ちょっと離れたところからヨドバシを見るっていうのもありますけど、あ、信号変わりましたね。こっちから行きますか。はい。じゃあ、こっちに渡りまして、大阪新阪急ホテルの側からヨドバシをちょっと見てから、御堂筋線梅田駅の方に行きたいと思います。
はい、こっち側には当たりましたが、今見えてますのが、これ、ヨド橋でございますね。ヨド橋梅田と書いてます。大阪駅の方に、まあ、今向かっている最中ですが、ヨド橋が、よく見えましたね。ヨド橋梅田といえばもう、日本一っていうのが、まあ、よく聞きますけどね。まあ、本当なんでしょうか。売り場面積、まあ、店舗の面積としても日本一だし、売り上げももう日本で一番売れちゃうという、まあ、その家電量販店単独の店舗としてはもう最強というふうに、まあ、言われてますね。まあ、ちょっと古い情報かもしれませんけどね。はい、JR 大阪駅に近づいてまいりました。はい、ここまで、まあ、歩いてきたんですが、この信号を渡ったところの交差点ですね。で、ヨド橋梅田を、ちょっと眺めてみたいなというふうに思います。よく見えますかね。はい、こういう感じですね。ちょっと曇天ですが、いい絵だと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、いよいよラストスパートになりました。今目の前のこの信号を渡ったところで、もう終わりになります。はい、信号が青に変わりました。ここからですね、階段をちょっと降りまして、御堂筋線の梅田駅の方に向かいたいと思います。階段を降ります。はい、今回はね、四ツ橋線の西梅田駅から、梅田スカイビルの方に行きまして、グランフロント大阪の間を抜けて、そこからですね、ヨド橋カメラを眺めてから、御堂筋線の梅田駅に来るというコースでございました。結構ね、時間かかりましたね。20分ぐらい、いや、もうちょっとかな、25分30分ぐらい歩いたかもしれないですね。長い旅になりました。本当に、お付き合いいただきましてありがとうございます。ではね、また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。